共産主義者同盟赤軍派は、九百六十九年に結成された共産同盟の日本の震災翼党派の一つ。武装放棄を主張して、大菩薩峠事件やヨド号ハイジャック事件を起こし、後の連合赤軍や日本赤軍などの母体ともなった。共産主義者同盟赤軍派は、1970年安保闘争を目前に、第二次共産主義者同盟の最最翼の分派として、 結成された。中心となったのは一時期は共産党の全国指導権を掌握した関西地方の関西派、または関西分とで結成当初の人数は400名ほどであった。革命には軍事が不可欠であり、革命は革命戦争により勝ち取られると主張した。最盛期には本部を同志社大学に置き、他に関東学院大学などに拠点があった。 同じく武装闘争を主張し、軍事部門として共産主義突撃隊の形成を主張する共産主義者同盟主流派の戦機派と対立し、さらに赤軍派の軍事主義を批判する共産主義者同盟の左右翼の反機派や状況派とも対立した。主な主張は、全段階武装法機論や世界革命戦争論で大菩薩峠事件の後には国際根拠地論が加わり、 ヨドゴウハイジャック事件や後の日本赤軍結成にもつながった。共産主義者同盟歴史も参照1969年9月5日、日比谷野外音楽堂の全国全共闘結成集会において第二次文との一団に殴り込みをかける共産党赤軍派のゲバルト部隊1966年に再結成された共産主義者同盟は1963年の マルセンハリダツにより、死を見たかやらの関西派が主導権を握り、過渡期世界論世界同時革命論を打ち出し、1968年6月頃から赤軍派フラクションを名乗るようになった。1969年7月6日、赤軍派による共産党執行部サラギ特に議長への監禁、暴行や、その結果としてのさらぎ議長逮捕、さらに翌日には反旗派による 赤軍派襲撃と、塩見らの拉致、その脱出時の赤軍派、餅月城市の転落死などが発生し、1969年8月、共産党執行部は赤軍派幹部を除名した。1969年9月2日、塩見隆屋ら30名のメンバーにより、神奈川県、城ヶ島で赤軍派を結成。9月3日、関東学院大学金沢キャンパスに集結。 9月4日に葛飾公会堂で初の決起大会を開いた。9月5日の日比谷野外音楽堂で開催された全国全共闘結成集会に放棄関鉄、戦争勝利の時の声と共に公然と大衆の前に姿を現し、秋の全段階放棄、世界革命戦争、世界赤軍建設と革命戦争などを主張した。 赤軍派の主要理論は、日本における革命により、世界革命の司令部としての党と軍隊を形成し、世界革命の最高司令部である、革命日本と、革命の敵の総本山である帝国アメリカとの間で、艦隊兵を革命戦争を遂行するというもので、あるが、石原幹事の世界最終戦論の影響があるとされる。その実現のために、PBM 作戦が練られた。 1969年に大阪、東京で一連の交番襲撃を大阪戦争、東京戦争と称して行う。首相官邸襲撃を行う予定であったが、大菩薩峠での訓練を吸収され、未遂に終わる。また、1970年2月22日の千葉県市原市辰海大郵便局を皮切りに7件の M 作戦を実行し始めていた。上記のように、 革命に先行する武装法規と一時的な政権掌握という赤軍版2.26事件とも形容できる全段階武装法規の理論に基づく大菩薩峠方面での軍事訓練を警察に察知され予定されていた第3中隊第7中隊その他の決起部隊が一網打人となる。大砲撃の部隊となった福ちゃん僧はハイカーに 人気の大菩薩霊の登山道の分岐にあり、瓶もよく、後に皇太子が利用するなど、比較的知られた山荘であり、基地として不適な溜め詰めの甘い剪定であった。大菩薩峠事件の後、国内での非合法闘争の広報基地としての、海外のベースが必要であるとする海外、亡命交戦論とでも言うべき、国際根拠地論が登場し、B 作戦の一環として、 タミヤ・タカマロのグループは1970年にヨドゴウハイジャック事件を起こす。北朝鮮へ向かったのは北朝鮮を支持していたわけではなく、単に敵の敵の味方であり、最寄りの反米国家、指導者を潤すべき労働者国家だったからに過ぎないと言われる。一連の事件により、結成以来の議長の死を見たかや、上野・マ明、花園・則を、高原・博之ら赤軍派幹部は、 一目打人となり、組織は壊滅に近い状態になった。この後も200名を超えるメンバーや審判が微罪逮捕で検挙され、赤軍罪という言葉まで生まれた。詳細は日本赤軍を参照やはり国際根拠地論に基づき、1971年にパレスチナに向かった、重信ふさ子のグループは、パレスチナ解放人民戦線への義勇兵として1972年の テルアビブ空港乱射事件に参加し、以後は赤軍派ラブ委員会等と称し、1974年に日本赤軍と称するようになった。詳細は、連合赤軍を参照一方、国内に残った赤軍派の国外メンバーは、それまでの指導部がすべて国中にあるため独自の動きが困難になっていたが、M 作戦の指揮を取っていた中堅の森恒夫が、 国外メンバーの指導的地位を掌握する。赤軍派とは、本来、基本的にイデオロギー上にかなり違いがあり、銃のみが政権を乱すをスローガンに武装闘争を行っていた、毛沢党主義の小党派である、日本共産党神奈川県委員会との提携を始めた。当初は、革命左派が以前に武器ダッシュを目的とした上、 赤塚港湾襲撃事件で射殺された柴野春彦の追悼集会を合同で開いたり、革命左派が猛火重宝店襲撃事件で強奪した武器の援助を受けて M 作戦に使うなど、あくまで別の組織としての提携活動であったが、1971年12月、ついに両組織主流派幹部は統合し、連合赤軍中央委員会を名乗った。 全身が共に追われる身の武闘派からなる連合赤軍は活動拠点を山中のキャンプに移していった。しかし、12人の同志を殺害する山岳ベース事件で組織が弱体化し、浅間山荘事件で抵抗を試みるも主力部隊は逮捕され壊滅した。なお、キャンプに参加しなかった者や獄中にあった者の一部は国外に逃れ、日本赤軍に参加する。 連合赤軍の解体以後、事態の総括をめぐって、赤軍派の内部で、激しい論争が生じ、赤軍派はいくつかの党派へと分裂する。主流となったのは獄中にあった、塩見高屋らを中心とする、共産主義者同盟赤軍派である。同派は、塩見の独善的な組織運営などに反発する、島根大学のグループが、主導権を掌握し、 寄せ場などでの労働運動に力を入れ活動を行っていたが、1990年代に入り、活動が停滞し、自然消滅した。かつてのメンバーは現在でも、三ヤで NPO を結成して活動しているとされる。ありがとうございます。